はい、それじゃあやっていきましょうか。でですね、前回ヤクルト3連戦を3立てですね、3連勝して、今回は東京ドームにやってきてジャイアンツ巨人戦ですね。これが、日程がですね、こうなってますね。すごいね、野球ってすごいね、大変だね。というわけで今回から巨人3連戦なんですが、ちょっとね、金本がね、ずっと調子が悪いんで、采配で監督コマンドっていうのがあるのを気づきまして、でこれでどうやらいろいろとやれるみたいなんですよね。で選手激励っていうのがありまして、調子を変えれるコマンドのようなんで、ちょっとやってみましょうか、試しにね。調子いい方がダメっていう可能性もなきにしもあらずだけど。まあやってみましょう。じゃあ行きましょう。でね、オーダーとかもちょっと変えようかなと思ったんだけど、意外にほら今の成績見たらみんな3割、金本以外は結構いいんだよね。なのでこのまんま行ってみましょうかね。はい、今回は安藤ですね。東京ドームです。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。読売ジャイアンツ対安藤に関してはまあ悪くなかったよね、前回で。しのぶちゃんも結構頑張ってくれてたんで、前回上原じゃん、これやばいな、これを。大丈夫かな。そうですね、まあこのまんまやってみましょうか。赤星はほっといても、あ、これ落ちるんじゃない、落ちるんじゃない、落ち、あ、落ちないか。で藤本は前回調子良かったんで、ただ相手が上原だとダメみたいですね。あ、いるじゃん。意外といけた。で今の感じだと、まあ、何もしないでもいい、何もしない方がいい場合があるんでしょうかね。なんか速球が多いんで長打やってみましょうか。あ、でもミートかな。長打試してみましょう。まず長打で試して、ダメな場合は、あー、これゲッツーか、これダメっぽいな、違うかな、なんか長打にしたら流し打ちみたいになるよね。なるほど。1回の表終了、タイガース最後はダブルプレーに終わりました。そこら辺もちょっと考えた方がいいんだな。そしてタイガースの先発ピッチャーアンドゥ、前の先発登板では勝ち星を上げています。ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。前回は勝ったんだね。さて、まあ谷ってやわらちゃん、やわらちゃんはどうなんだろう。センター返しとかしてくんじゃないの、違うの。次の4球目どうでしょうか。頼むよ。オッケー。三振、最後は空振りに仕留めました。お、二岡いるんだ。不倫してどっか行ったよね。引っ張りとかでいいね。知らないけど。この人ショートだよね。バッティングは全然記憶にないな。これはファールだね。え？流し打ちか。あ、これやばいんじゃないか、これ。これ引っ張りでしょ。先頭バッターは三振。あ、これフォアボールか。ああ、いけるね。取って、オッケー。ホームラン打ちそうだよね。誰これ、知らないわ。
これ日本人じゃないんだね。海外の人か。あ、なんかこれ打ちそう。流し打ちしそう。あ、あ、これ長打。今の長打だよね。今の振り方。今の振り方長打っぽいな。長打っぽいっすね。あは？金本は、いや、どうなんだろう。長打にしてみる。調子を変えてみたけど別にこんなに調子上がるわけじゃないんだね。おお、いいね。これいいんじゃないか。強打で合ってるのかな。強打押しにしてみる。いや、ここはエンドラン。今までの結果で言うとどうだっけ。長打にしたらゲッツーになってたんだっけ。何もしないっていうのもあれだから、いや、まあでも長打やるかでゲッツー何度かな。これやめてやめて。あー、ゲッツーだこれ。おー、なんでやねん。そこはセーフになるよ。まあまあ、1回目はね、1周目は長打にしてみましょう。ダメなのかな。ストレートは長打みたいな、そういうんじゃないの。これはファールかな。で、思いっきり振るから流し打ちみたいになるのかな。いまいちいいよ、よくないな。ミートにしようか。高橋、これ由伸。いどうなんだろう。センター返しでいいんじゃない。うわ、なんかこんな構えだったな。ホームラン打つからな。あ、これセンター返しだから今いい感じで取れたんだ。あ、これやばいな。この人ホームラン打つよね。違ったっけ。この頃はそうでもないのかな。4番じゃないもんな。ホームラン打ってたよね、バンバン。違ったっけ。その頃ではないと。ここにもゴンザレスが。あれ、ゴンザレスって他にいなかったっけ。いたよね。うまいんだけど。え、内野手。おかしいな。これはな、あ、違う違う、ゴンザレス。あれ、ファーボール。これ流れ来てんだ、向こうに。センター上原、こんな構えなんだ。オッケー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 。センター守備で今アウトになったんじゃない。違う、今のも当たりかもな。じゃあミートに変えましょうか。さあ4投目。あ、違うなぁ。はい、最後はストレートでした。この感じはなんか違うよね。強打の方がもういいのかな。さあ、第4球。あの空振りの仕方はなんか良くないなぁ。高めのボール球、手を出した。というか、まあ上原だからダメっていうのもあるのかな。さあ、ヒットが飛び出した。これバント。あ、バントでもなぁ、ミスるんだよなぁ。ミスるんだよな。まあまあ、でもバント
手堅く行きましょう。今日も先発での登板となりました。そしてうまいことやって、うまいこと、うまいことやって、うまいことやって、うまいことやってよ。オッケー。一塁に送ります。これは一塁アウトです。なんか前回だっけ。これでツーアウトです。ゲッツーされたよね。これどうしようかな。でもエンドランしようか。エンドランしてみる。赤星にエンドランってしたことないよね。さあタイガース、今日も勝って連勝を伸ばすでしょうか。二塁ランナーがスタートしました。ここはヒット。ああ、ついてないな。スリーアウトチェンジになります。さあジャイアンツ。赤星がちょっと1番から始まります。困ってきたな。流れが良くないね。基本的にこれセンター返し、これやっといたらいいんじゃないか。今日はなんかそんな感じだよね。っていうかさ、ヤクルトの時もほら、青木と、誰だっけ、宮本がセンター返し、違うわ、センターラインのところを打ってきてたよね。まあ結果として。で、もうレフト前はもうしょうがないんだよ、あれ。二岡はこれさっき流し打ちしたっけ。さあ何を見せるか。あーファーボール。うーんちょっと荒れてるね。これはこれ引っ張り、ホームラン打たれそうだよね。オーケー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 、ダブルプレー、いいね。ちょっと怖いけど1対0、カープがリードしています。しかし打てませんと。さあ4球目、これはヒット出るまでは何もしない方がいいのかな。インコース打って、あこれいいね、ほら落ち倒したワンバウンド。指示しない方がいいのか。さあノーアウト。これ指示しない方がいいパターンかな。藤本センターへのヒットが出ました。今回はどういう感じじゃない。シーズ日本に来てからの打率なんです。これはフォアボール職人。おーおーヒット。ああこれダメだ。惜しいな。今一球待てよ。セカンドフライに終わりました。どうだ。そのまま。ああ金本まだまだダメですね。エコひいきしたんですが全然ダメですね。依然フルカウント。おお、ファーボールなんだ。ここでもう、長打やる？長打。いや、これこのまま打たしてみましょうか。どうだ？これ落ちたんじゃない？落ちた？あー、おお、ちょちょ、いいね、いいね、いいね。何もしない方がいい結果になる日かもしれませんね。ここでリードを取っていきます。堀谷はなんかすごいよねやっぱりね、なんだかんだで。浜ちゃんはこの試合フォアボールの数が1となっています。さあ第3球打った。ファウルになります。頼むよ。さあ次の頼むよ。あーダメか、ちょっと浜ちゃんダメかも、合ってないね。ハマちゃんダメだね、合ってないね。これは良くない時の三振の仕方だよね。さあジャイアンツこの後4番バッターからということになります。4番バッターなんて読むか分かんないしな。いいって言うの、なんて言うの、こ分かった、言います、分かりません。センター返し。でも4番っていうことは長打力があるってことだよね。ああ、アンドゥ苦戦してるね。これはね引っ張りじゃない、引っ張り。カウントはそのままなんかそんなイメージで、あ長打、長打狙ってんね。今動向開いてたんだけど怖っ。高橋よしのぶだっけ。安倍も危ないな。どうだってしたらあんまりなんかいいイメージないんだよね俺。
で大丈夫かな。7試合連続となります。2球目はどうでしょう。前で落ちました。もう流し打ちしてくるんだ。ファールになりました。この4回途中までを投げて許したヒットが2本、無失点に抑えて。ここ流してさ、際どい今のボールは宮本さん何でしょう、ね、レフトにポーンって打つイメージあるよね。マウンドは先発ピッチャー安藤。カットイン当たり、センターへ伸びる伸びる、いった、逆転逆転です。逆転のツーランホームラン、これは2試合連続。危ないな本当。ものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。今逆転のホームイン2対1。これみんな長打にしてんのかな。長打力ある人は長打にしてんのかな。リードを取りました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。どうしようもないなこれは。これで長打警戒とか毎回やってたらフォアボール何個になるのか分かんないよね。今日の奪三振の数は4となっています。さあバッター有利か。まあね、もうホームランはもうしょうがないんだよ、諦めよう。打球はファーストへ、取った、ファーストへ一塁、これはアウトです。だからフォアボールを出したのが良くないよねっていう、こういう話ですよね。だしこれはどうしようもないっていう。この回リードを許しています。さあ3球目。巨人にも矢野がいるんだね。すごい動くね、上下動ビクンビクンしてる。これはショートの上、鳥谷後ろに下がる下がる、取りました。これで3アウトチェンジ。ここのラインとあとレフト前、あとライト前、ライン際落ちるよね、ポテンヒット。5回まで来ています。そして5アンダーを打たれています。どう攻めるのか。だから浜ちゃんに金本に、ファーストへ送ります。あと誰だ。これは余裕があります。アウトです。長打力シーツ、ワンアウトになりました。あ、それぐらいですかね。巨人はやっぱすごいね、ホームランバッターが。サードが取りましたがファウルになります。多いよね多分。4番も多分打つんでしょ。で吉野も打つし、阿部も。おお、ヒット、落ちました。ヒットになった。安藤センターへのヒットになりました。これはですね、バントにしましょうか。いやこれこそ長打がいいんじゃない。あ、でもな、あんまし結局赤星今調子良くないから、どうすればいいのかな。ミートにしてもな、エンドランにしてもな何の効果もなかったしな。だからバントにしても、奪った三振の数が3と、ツーアウトになったらな、意味ないしな。こうなるんだよな。赤星がちょっとやばいね。赤星ショートフライに倒れました。じゃあちょっとミートにしてみる。この回ワンアウトからのヒット、その後はどうだ、フライに終わらせました。2球目はどうでしょう。あーっと打ちました。オーケー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 。抜けました。ファーストランナーは2塁に止まります。ヒットになる。手堅く行きましょうね。でここで勝負だ。藤本ライトへのヒットになりましたここで勝負しようか。久しぶりに、前回はやってないよね。行きましょうか。肩を撫でに行きましょう。頼むよ頼むよ、分かってんねなんだかんだでアンディ多いよね、いい場面が。おお、これかっこいい。顎長えなお前。いいね、顎が長いのはいいんじゃないか。さあ次のボールは、おお、ほらほら、これよこれ。ボールが返ってくる。で金本が一発打って、2対2追いつきました。最高だねっていう。点を取られたらすぐに取り返します。同点です。金本にミート、手堅く行きたいんだけど
逆に長打の方がポテンヒットになって結果 OK みたいな、そういう展開じゃない。かっこいいなこれ。ピッチャーとしてはここをまず抑えてということでしょう。来い。さあ4球目あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、持ち味のストレートが三振になりました。ゲームは5回の表を終了しています。お前もいるんだ。2対2。阪神見てないよね。同点としてあれ、阪神まだ甲子園に行ってないのか。それでか。5回まで来ています。そして3安打を打たれています。阪神、あれ甲子園行ったっけ俺。あったっけ。ないよね、まだ。名前あるんだよね、あれね。なんだっけ。ジャンボじゃないな。なんかそんな名前だよね。つば九郎がいて、トラオじゃないな。なんだっけな。お、いいね。お、調子乗っていいだ。あ、似てるわ。めっちゃ似てる。トラオだったっけ。全球団いるんだよね、一応ね。全然知らないけど。あー、そこ。これはアウトになる？オッケー、いいね。ここはなかなかいい感じ。巨人阪神戦。なかなかいい感じじゃない。はい、さあ外してくるのか。追い込まれてんね。上原いいよね。上原の投げ方いいよね。テンポいいし、単純に投げるテンポ早いしね。こっちもテンポよくいきましょうか。この人最後じゃないな。なんだっけ、メジャー行きましたよね。おお、鳥谷いいね。鳥谷どうかな。打順がちょっと違うような気がしないでもないよね。で、浜中の調子が良くないんで、あ、これミートにしてみる。あ、調子が悪い時はエンドランっていうね。そういうのない。この日の調子が悪い感じで。どうだ、意外といいんじゃないか。ほらほらほら、まあまあ3塁に行ったんなら OK。 これエンドランしてなかったら2塁で止まってるよね。よかったんじゃないか。でこれで矢野がミートで、いや、これがあれだよ。ここで長打で流し打ち、逆に流し打ちになるっていう。ほら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 、そういうことよ、そういうこと。そういうことだよね。矢野がなんだかんだ打つんだよね。だから、アンドゥも、長打にしていいことないと思うけど、まあやってみましょうか。落ちるんじゃないこれ。これ落ちるよ。落ちる。あ、ファウルか。アンドゥ頑張れ。おわ、ダメ。まあ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 。上原から頑張って、点は取ってんね。ただ、一発打たれたらおしまいっていうね。長打があるんじゃない。はい。あ、これフォアボールかな。またフォアボールか、お前。7回まで頑張って。あ、打たれた。向こうは簡単でいいよな。ホームランだけ、6本持ってるよ。おかしくないか。こっちはどんだけ頑張ってお前が金打をつなげていってると思ってるの。金打ではないか。超重打線が。ほんで一発でやられるもんな。まあなんかでも巨人っぽいよね。巨人ってこんな感じだよ。さあ第4球。だから全部一発警戒にしていったら、
結構抑えれるのか。でもな、ラミレスに一発警戒で普通にホームランを打たれたからな、あれ意味あんのかっていう。長打狙ってんだね。3-4-5と長打狙ってんだね。どういうことだ俺。一発警戒しとこうか一応。5番バッター高橋由伸、次の2球目。どういうことだね。クリーンナップは長打を打たせようっていう。そう、え、これホームラン。嘘でしょ。どうしようもねえよ。どうしようもないかそれは。俺はホームランを抑える術はないよね。だから俺も 3-4-5 長打でやればいいのかな。で、あとはミートみたいな感じにしてんのかな、コンピューター。なんかそんな、え、でもな、阿部そんな感じじゃないんだよな。そんな感じではないんだよな。だからシフトも変えないとダメなのかな。シフトも変えて一発警戒して、これで流れが変わるのかな。余計悪くなったりしね。細かくいかないとね。これ何かでフラグが変わるっていうのがあるからね。ゲームなんでね、所詮。予選ゲームなの。何かしらこれあるんだよ。ツーアウトになりました。ゴンザレス、これ、どこ守ってんだ、こいつ。クロマティ的なあれか。おい、うまいね。これ取るよね。取れる。オッケー。スリーアウト、チェンジ。ゲームは中盤6回を終了。しかし、でも今の見たら巨人楽しそうだね。とりあえずお前ら、一発狙えっていう、ね。いいんじゃないね。楽しそうだよな。あー、赤星重傷だな。もうワンチャンスないかな。藤本が調子いいんだよね。だから外野で行ったら、いやでもな、赤星出たらな、盗塁すげえんだよな。で、ここでもう長打で。お前らも長打狙えよってね、コンピューターからの教えかもしれないんで。あ、これは取られたな。お、いけるんだ。お、いいね。いいよ、いいよ。ツーアウトから多いよね、うちは。で、どんどん行けっていうね。どんどん行けよっていう。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか、金本。そので4打席ぐらいあるんで、1回ぐらいはいいの行くでしょうっていう。そういうことかな。おお、いいね。これ1回入ったんじゃない？あ、ダメか。さあマルチ安打となるヒット。2試合連続です。2アウトはな。で、これ押せ押せで。いけ今岡いけ。おー、かっこいい。かっこいいね。はい、ここは点できる場面になります。どうだ、勝利投手の権利を手にしての押せ押せ。あ、やった。これよ、これ。巨人から教えてもらったね。やれと。4打席あるんだからやれと。こういうことかもしれないね、このゲーム。おっしゃ、今岡仕事しましたね。金本がね、ちょっと繋いでくれたよね。今まではあそこで凡退してたんですが。さて次は、なんか鳥谷も一発構成しましょうか。まだいけるんじゃない。どうだろう。お、これいけてんじゃない。ほら、いい感じになってんじゃない。で、二塁に乗って、ね、どうしよう。浜中どうなんだろうな。やってみましょうか。これ流れが来てるかもしれないんで、押せ押せで。ほら、
後ろに下がる下がる。さあセカンドランナー三塁。これは入った。逃げた。オッケー。長打がハマる瞬間があるんだねこれね。でこれも長打でいいんじゃない？この回リードを奪われました。ライトに流し打ちするよ。見てほら。あ。投げてしまった。打ち上げてレフトです。これ落ちるんじゃない？おお。あ、これもう変えましょうか。もう1戦目は絶対取りたいんで。いや藤川でも打たれるからな。いやでもちょっと選手交代して誰かしましょうか。もうちょっと欲しいよね点が。10点ぐらい欲しい。上原は右だから木山やりましょうか。これでやってくれますよ。お前ならやれる。木山信二郎行け。この回逆転を許しています。やれ。左への打球、これはサードが出ます。取ってスリーアウトチェンジ。7回の表が終了。しかしタイガース7対4。まあしょうがないな。4点はいいよね。タイガース2番手ピッチャー投入。ノーミリベンジ。お前ならやれる。お前ならやれるよ。今まで散々ひどい目に遭いましたが、お前ならお前やれる子なんで頑張れ。これでダメならあれだよね、先発にチェンジした方がいいんじゃねえかね。そういうことない。これが今日3回目の打席。ツーボールだ。あんま良くないな。真ん中打った。この打球は右中間に上がっています。オッケー。ワンアウト取れたよ。すごいよ。矢野ライトフライに倒れました。ライダーこれ誰だろう。流し打ちしそう。どうだ、左に左来るんだ。あんま関係ないのか。で、谷は、谷もこれでいいんじゃない。テキサスやる。テキサス。あ、2、3。これファーボールかな。頑張れ頑張れ。おっ、あ、ダメ。ダメか。これはセンターで。ここまでのジャイアンツ、この試合は先発野手全員が。なんとかなんとかなれ。なんとかなんとかならんだけど、これやばいかもしれんね。サードへ。さあヒットになります。やばいかもしれん。ホームラン打たれたら終わりだもんな。これが今日2本目のヒットになります。一発警戒してもどうにもなんないからね。これで小笠原、初球は、うーん、まあしょうがないか。ここが大変だよな。なんとかの下位のところでピッチリ三者凡退にしたいんだよな。点差を縮めてきました。今のプレイをもう一度見てみましょうか。まあ仕方ないね。ノーミーが本当に良くないね。これは意外とそのまんまでもいけんじゃない？左対左だもん。いけるでしょ。有利でしょ多分。若干。これはショート後方か。ショート交代します。オッケー。速球に押されてましたね。1点でよかったね。よし。ノーミー初めていい仕事したんじゃない。いい仕事ではないけど、まあ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 って感じだよね。右か。そうだな、赤星調子悪いんだけど、まあ頑張って。ピッチャー変わったら変わるんじゃない。ダメだな。一塁を
送ります。一塁はアウトです。空いているところに打てなくなったな。セカンドゴロに終わりました。藤本頑張れ。あとかダメ取って2アウトになりました。藤本サードライナーに倒れました。長打長打。シーズこの試合の出塁は2回あります。さあ3球目はどう。やれ。あーダメか。これはちょっと流れが良くないな。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さて明日も今日と同じカードが行われます。そうだな。こっから誰しようかな。左になるんだ。じゃあウィリアムスでいいや。高橋、あれどうだっけ、高橋阿部だっけ。左2枚だよね。やったっけ。なんでこれでウィリアムスでとどめを刺すと。まあでもホームラン打たないよね。あーそういうこと。あーでも今の感じなんか長打っぽいよね。長打っぽいね。センターへヒットを打ちました。そうですか。でその球を打たれました。長打。バッター阿部。さあ気をつけろ。これは強い当たりだ。これはセンターに上がった。オッケー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 。センターからファーストへ。これアウトじゃない、アウトじゃない、アウトじゃない、アウトじゃない。オッケー。バカめバカめバカめ。今のアウトになるって、あでもアウトになるのかな。指示的になんかエンドランっぽさもあるんだよな。どうなんだろうね。ここら辺はちょっと分かんないな。ショートフライに終わっています。次のボールは左左右なんだ。セカンド後方へ。セカンド後ろに下がります。取ってこれで3アウト。いやーウィリアムスやっぱ違うね。何が違うんだろうな。スキルが違うのかね。特殊能力とかがなんか違うんですかね。3番手ピッチャーをマウンドに上げます。ひさぬき。2点差という場面でマウンドに上がります。タイガース打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。右が長打でいいんじゃない。なんか巨人戦やたらとこのカット多いよね。何かあんのかね。僕意味はないんだけど。おお。俺で一塁なんだ。足遅いね。ね、このまんま押せ押せで、ノーアウトです。押せ押せでクリーンナップは押せ押せでいいんじゃない。あーこれゲッツーだ。ダメだ。最悪だ。最悪だけど、まあしょうがない。さっきのホームランとかもあるんで、まあしょうがないよね。で鳥谷は普通に戻してみましょうか。そうするとはヒットになるんだね。うん、難しいな。だから今のところがもったいない。バントでよかったじゃんみたいなね。そういうことになりかねないんだけど、まあ浜ちゃん打ったっけ。浜ちゃん長打の方がいいんだっけ。あーでもエンドラン、いやでも浜ちゃんエンドランでよかった試しがないよね。一発来い。おーいいじゃない。いいねいいねいいよいいよ。これいけんの？セーフ？おお、この流れいいね。アマちゃん頑張ってんな。で矢野が、矢野は何もしない方がいいかな今度は。いや強打でいい結果になる可能性がある。ない、残念。じゃあ最後はどうしよう。藤川行くかな。体力低いところ行くか。疲労度を見た結果藤川とかがね、疲労度 46% かとかなんだよね。
あれほっといたらやばいでしょ、多分。こんなに出せないもんなの。なんか毎回出てるような感じだったんだけど、そうでもないんですね。だましだましやれと。これは取るでしょう。取らないか。これはやばいね。これはゲッツー。センターはないんだ。じゃあこれかな。バウンドしてくる？してこない、ね、打ち上げた。オッケー。で、タニーは流し打ち、いや引っ張りとかすんじゃないの。いや違う、センター前してくるよね。違ったっけ。ここら辺かな。多分これぐらい。全然違った。取って、タジキ頼む頼むよ。いや、なんとかならんかな。ゲッツー頼む頼む頼む。クリーンナップやめて。3-4-3-4がどうなのか分かんないけど、あー、これは逆転サヨナラホームランの流れだ。これは良くない。これはマジで良くない。これは良くないね、マジで。オッケー、ゲッツー頼む。オッケー。いやー、乱打戦というかホームラン構成にやられそうになりましたが、逆にね、やってやりましたよ、今岡くんっていうことで。なんとか勝ちを収めることができました。今岡がね、レフトスタンドスリーランで、最後佐治木原が結構良かったよね。能見がね、やっぱまだかなーっていう。アンドゥ2敗目じゃない、2勝目。上原が2敗目なんだね。佐治木原が頑張ったおかげで、藤川くんとかが休憩できましたよ、ということで、今回はこの辺で終了かな。経験値ちょっともらえてんね。で、他球場はこのようになっております。お疲れ様でした。横浜強くねえか。